はて、ここでもないか。どこへ行ってしまったやら、世話のかかるリトルガールだ。捕まえたら、パンツ脱がせて陰毛抜くか。抜くな抜くな、誰のことか知らんけど。おやおや、リトルガールを探していて、別のリトルガールに出会ってしまったよ。君はいつもいつも神出鬼没だね。パンツ脱ぐ？脱がん。これだ、人間というやつはどいつも自分だけが正しいと信じ、あらゆる他人は愚かだと信じ、神を疑い真理を嘲笑う。そしてパンツを脱がないのだ。なぜだ？いや、だからさ、そんなに脱がせたけりゃ自分の脱がせよ。むさい男がパンツ脱いで何が楽しい？バカじゃないのか君は。うわ、変なとこだけ正気だなおめえ。ぶっちゃけ3回くらい殺したくなったけど、まあいいや。今は知らせに来たんだよ。姫は5日後に目覚める。おお、確かかね。当ての目に狂いはせいぜい180度しかない。では大丈夫だな。こいつ、人のボケはスルーなんだぜ。自分は人に散々突っ込ませてるくせによ。誰が君の性器に陰茎を挿入したと？んなこと言ってねえよ。うわあ、うっかり何のひねりもないつまらん突っ込み入れちまった。うるさいぞ、バカか君は。はあ、あれ、いじめられてる？いじめられてるよね。で、姫はその時刻に合わせて札落城に運び込まれるのかな。ああ、その辺の手はずはもう整ってる。やり直しは困難なのだ。間違いは犯してほしくない。確かに確かに。パンツは履かせとく。脱がせ。嫌だ。少女の無垢な下半身が見たい。うるせえ。そこに誰かいるのか。ああ、失敬。少々スターライトポエムタイムを楽しんでいたのだよ。君の仕事の邪魔だったかな。申し訳ありません、教授でしたか。いやいやいや、気にせず任務に戻ってくれたまえ。は、ああ、君。はい。パンツ脱いだ少女を持ってないか。ちょっと手持ちを切らしていてね。いえ、あいにくと。失礼します。はあ、君の愚かしい失態でプチピンチであった。気をつけたまえよ。わかる気もしねえ。にしてもおめえ英語が達者だよな。大和語もだけどさ、本当にドイツ人か。ドイツは故郷には違いないがね。そこで暮らした時間より世界を旅して回っていた時間の方が長い。母国などあってないようなものだ。強いて言えば、パンツ脱いだ少女が住まう国こそ我が母国。おめえの居場所、地球上にないからな。まあ、現在の国際情勢と僕の専門を鑑みれば、英語と大和語に熟達するのはシンプルな論理的帰結でしかないよ。そっか。しかし君の能力も便利なものだね。突然現れるのもとっさに隠れるのも自在じゃないか。それ、僕も修行とかすればなんとかなるかな。さあ、なるんじゃねえの。とりあえず腕立て伏せ1万回からやってみ。本当だな、やるぞ。それで身につかなかったらパンツ脱がす。ああ、ごめんなさい、嘘つきました。あんたやるったら本当にやりそうだし、抵抗するのも無理っぽいから勘弁してください。仕方ない、今回は仕官だけで許してやろう。うん、やだよ、手箱一斉が絡みついて気持ち悪いよ。堪能した。で、計画に問題はないわけだね。それはむしろこっちが聞きてえとこ。
落とす用意はちゃんとできてんのか？心配いらない。キャノン中佐は動かせる。つまりウィロー少将も動かせるし、 GHQ も動かせるということだ。入れ子構造の組織って素敵だね。偉大なる友キャノン君に幸あれ。彼のためなら僕がパンツ脱いでもいいな。やっぱ脱ぐの？冗談くらい理解してくれないものかね。これだからヤマト人は無粋だというのだよ。ごめんなさい国民の皆さん、こんな変態にバカにされてしまいました。ザ・ガジェットは定められた時刻に合わせて送り出す。あれと姫との開口が我々の求めた道をついに切り開くだろう。ああ、ゴールデンドーンのために。どうしちゃちゃまる。ゴールデンドーンのために。どうしワルフ。
マホトハーバークリスタルナハト。あなたは彫像？ところでパンツの現在進行形はパンチングで良いのか？いいえ、そもそもそれはどんな動詞ですか？なんだ、ここにいたのか、リトルガール。ま、人生は大概こんなものだな。青い鳥はいつだって自宅にいる。なくした財布は机の引き出しに収まっている。そんなものだ。さあ、部屋に戻りなさい。もう子供は休む時間だよ。トイレを済ませて、歯を磨いて、パジャマを着て、パンツは脱いで、ベッドに入りたまえ。特に最後は大事だぞ。僕にはかねてから不思議でならないことがある。何でしょう？なぜ人はパンツを履く？それは哲学に属する問題ですか？そう言っても差し支えない。君は疑問に思ったことはないかね。人は生まれつきパンツを履いていたわけではない。にもかかわらず誰もがパンツを履く。まるで天命のごとくにだ。しかしその一方で、誰もがパンツを脱ぐではないか。パンツを履いたまま成功する者がいるか？パンツを履いたまま排便する者がいるか？まれには。それは背徳行為としてだろう。特殊な思考であることは認めます。正常な人間はパンツを脱ぐのだ。ならば何故最初から脱いでおかない？履かなければよいではないか。なるほど、趣旨は理解しました。そうか、君は僕に賛同してくれるのだね。いいえ。何？パンツを履いておくべきでしょう。なぜだ？今度は自分からお尋ねしますが。うん。いい歳の男がパンツ履かずに歩いていたら嬉しいですか？君は僕を侮辱する気か？お答えください。右手に38口径、左手にパンツを持ってすぐに履けと命令するよ。なるほど。では、
そうして男にパンツを履かせるのは楽しいですか？最悪だな。逆に女性のパンツを脱がせるのは人生の喜びだ。そういうことです。ん？誰もがパンツを脱いでいる世界で醜いものにパンツを履かせて回るのと、誰もがパンツを履いた世界で美しい人のパンツを脱がせて回るのと、どちらがより優れた人生か、答えは明明白白でしょう。ほう！すんばらしい！完璧だ！なってこった！長年の謎がついに氷解した！こんなにも簡単に！ハレルヤ！ハレルヤ！僕はバカか？かなりの高確率で。しかしね、それでもやはり人はパンツを脱がなくてはならんのさ。ほ、性器を隠すのは羞恥心の証。羞恥心は知恵の源泉だ。この小賢しい知恵というやつが我々を神のマス果てから遠ざける。これがある限り人は神に許されない。いくら神を求めても届かない。神を目指す者は裸であるべきだ。何もかも捨て去って祈る。さすれば神は昇り来たる。うん、港影明君だね。はい、あなたはウォルフだ。皆にはプロフェッサーウォルフと呼ばれている。大学で教鞭を取られているのですか？確かにそんな時代もあったが今は違うよ。けれど司令部の要請に応じて大和語の講義なんかをしているのでね、ここでは。それでみんな教授と呼んでくれるのだろう。先ほどから感銘を受けておりましたが、実に流暢な大和語です。あなたへの敬意は正当なものでしょう。ありがとう。だがね、僕が大和語の扱いに慣れているのは別に奇跡ではなく、ごくごく当然のことだよ。と言われると？簡単な話さ。何しろ大和といえばパンツの国。違った。何しろ大和といえばパンツ履かない国。もう違った。何しろ大和といえば剣の国。フォルクロアだよ。フォルクロア。なるほど。大和を無視して人類文化における剣の意味を解き明かそうなんて笑い草だろう。外国の方にそう言っていただけるのは大和人として喜ばしいことです。ああ、君たちは誇るべき文化を持っているよ。この狭い島国の中でよくぞこうまで独自の技術を発展させたものだ。その点において君たちは全欧州国家を合わせたより優秀であったかもしれない。恐縮です。
しかし我々は産業革命という大偉業を成し遂げることも、その流れから剣の量産技術を開拓することも独力では果たせませんでした。では一長一短としておこうか。だがね、僕個人はあくまでヤマトの優秀性を評価する、いや期待していると言った方がいいな。それは僕の望みを君たちが叶えてくれるのではないかという期待だよ。さて、要件を済ませてしまおうかな。要件？君を呼び出した要件だよ、もちろん。現在、自分は捕虜としてまずまず妥当な扱いを受けていると考えております。そのため、積極的に敵対する意図は有しておりません。教授のご要望が自分あるいは自分の関係者に著しい不利益をもたらすものでない限り、可能な範囲で善処をいたしましょう。まあそんな大げさな話じゃない。簡単な用事でね、すぐに済む。は、君は健康か？はい、おおむね身体機能に支障はありません。明日の朝になってみたらうっかりぽっくり言っていたりしないかね。まず大丈夫かと。なら良い、用事は済んだ。もう実質に戻ってくれて構わないよ。君をここまで連れてきた兵士が外で待っている。要件とはこれだけなのですか？あなたは大鳥隊員にも自分を殺さず連れてくるよう願われたとか。なぜ自分の身命を気遣われるのです？よろしければお教えいただきたい。すでに教えたよ。君たちには期待している。さっきそう言っただろう。君の未来にグリューネドラヘの羽音が響かんこと。ご一緒に散歩でもいかが？喜んでお供します、タイ殿。